こんばんは。見えてるかな？こんばんは。今日は10月4日水曜日の乃木曜日を担当します。小川彩です。お願いします。今日寒かったですよね。雨も降ってたし、来るとき。服が寒くて何着てこうかと思って、長袖が全然見当たらなくて。もうすごいしまい込んでました。衣替え皆さんしましたか？私もね、ちょっと頑張って衣替え しようと思います。秋のお洋服も買いたいな。楽しみ、秋。あ、でも今一番欲しいのはバッグ。そう、なんかね、いつもずっと大きいリュックだから そろそろ変えたいなと思って。ちょうどいいサイズのがないんだよね。じゃあもう早速乃木曜日選手権やりたいと思います。その名の通り、その名の通り、利き手じゃない方の握力を測ります。週の中で最も利き手じゃない方の握力が強かったメンバーがご褒美ゲットです。はい、私はね、右利きなので左手でやります。でも私右利きなんですけど、左の方が握力は前から強いんですよ。それでもいいんですか、左手で？ まあじゃあ一応利き手と逆ということで左手でやります。ちょっと緊張するな、久しぶり。スタート、左で平行にね、どうかな。じゃん。え？ 合ってる？え？ 11.1 キロ？本当に？ 嘘でしょ？ショック。いや、私、中2かな？中3かな？の時の体力測定で確かもうちょっとあった気がしたんだけど。あ、消えてた。まあでも確かにゾロ目だからね。ショック なんでだろう。普通だってね、前よりさ、ダンスとかして動いてるから強くなったかなって思ってたんですけど、逆に。逆にね。うわぁ、マジか。マジか。11.1キロということで。だってさ、このメンツだよ。さすがに勝てると思ってた。アルノとか、あやより強いんだ。いや、でもね、ちょっと 握力だけじゃないからね。11.1か。ちょっと右も測ってみようかな。右なら、右の方が前は弱かったんだけど、右の方が強くなったのかな。よいしょ。おお！ 10、あ、おおっていうほどでもないけど、16.2。ああ、それでもあるのよりほぼ同じくらいか。さっきのなんか壊れてたんじゃない？ってぐらい弱かったんですけど、ちょっと緊張しちゃったのかな。 32キロはやばい。 まあちょっとその筋トレしたい したいっていうか、たまにね、気づいたら筋トレすることあるんですけど、なんかちょっと
寝っ転がりながらできる筋トレとか。まあ、頑張ります。ああ、やば、5くらいのイメージ。さすがにそれはちょっと、舐めてますね。確かに、玉トレしようかな。頑張ります。はい。そうですね。宿題？あやへ。猫耳つけて、にゃんにゃんあやたにゃんって言って、中西あるの。見たいんですか？これみんな。私は別にやってもいいですけど、見たいですか？皆さんこれ。ちょっと一旦後にして 一旦ちょっとアンダーライブの話してもいいですか？じゃあ 一旦ね、一旦ちょっと置いとこう。 じゃあね、アンダーライブ話ちょっとしようかなって思うんですけど、3日間本当にありがとうございました。配信とか見てくれた方とか来てくれた方とかいると思うんですけど、どうでしたか？楽しんでいただけましたか？の、ちょっとすぐ消えちゃうから早くてあんま見えないけど、みんなきっと楽しいって言ってくれてる。 ああ、みんな言ってくれてる、ありがとう、嬉しい。いや、そう、レターとかでもね、たくさん感想とか送ってくれてすごい嬉しいです。 なんかね、本当に皆さんの声援とかもすごい届いてました。でもなんだろうな、本当に、あ、でも今回はやっぱり自己中プロデュースがあって、私はピアノの弾き語りとヒップホップをやらせてもらったんですけど、ピアノ弾いてる時は正直もう楽譜と鍵盤を見るのでいっぱいいっぱいで、でもそれでも視界に入ってくるんですよ、その白いペンライトが。それがもう綺麗ですごい感動して嬉しかったです。ヒップホップもやっぱり普段とはちょっと違う一面を見せれたんじゃないかなって思ってます。あ、そう、なんか先生たちが今回このいつも普段乃木坂の振りとかも教えてくれる先生たちが今回のこのヒップホップも教えてくれたんですけど、もうその先生たちも普段と違う一面というか、やっぱ普段乃木坂の可愛い系のダンスを教えてもらうっていうか見ることが多かったから、ヒップホップのバキバキを見たらもうかっこいいってなりましたね。本領発揮って感じ。 いや、楽しかった。そう、他のメンバーのね、自己中プロデュースも良かったですよね。私は他のメンバーので、2曲とも参加したのが珠美さんと八久保さんだったんですけど、もうね、珠美さんのはもう珠美さんのいいところが全部詰まってるっていう感じで、いや、まあそれ言ったらみんなそうなんですけどね。なんだろう、本当に素敵だった。みんな本当にそれぞれの良さがすごい詰まってて最高でしたね。なんか、なんて言うんだろう、すごい見ててもやっぱり楽しんでもらえたんじゃないかなって思ってます。珠美さんとはね、アンコールの自己中で行こうでも一緒にだるまさんできて、本当はちょっとチューしちゃおうかなって思ったんですけど、さすがにちょっとまだできなかったので、いつかはチューできるぐらい距離を縮めたいなって思ってます。そう。
ヤクボさんのもね。あ、違う。みっちゃん先輩のも。みっちゃん先輩もかっこよかったです。感情を込めたダンスっていうのが、やっぱりヤクボさんすごいなって思って。でも、葉月さんと3人だったんですけど、なんかちっちゃい3人って感じで、2曲目で3人手つないで、こうやってここをリカさんとイロハが通るっていうとこがあって、そこも結構2人にすごいくぐってもらわなきゃいけなくて、なんかでもそういうのも面白かったし、ちょっと配信ではそういう細かいところも見てほしいなーって思ってます。そう、その曲中に衣装着替えたりね。そう、あとはね、アヤティさんの、やっぱり1曲目はアヤティさんの歌私大好きだからずっと前からね、そう思ってたの。だからもう存分に聴けて嬉しかったし、2曲目はもうね、17分間、いや嬉しかったあれ。 先輩がね5期生曲やってくれるっていうのも嬉しいし、みんな5期生喜んでると思うし、あんなね走りながら歌うすごいと思う。走りながら歌うというか、走りながら一人でソロで歌えるってね、まずすごいと思うし、私だったらもう多分声ブレブレ。 それもさすがだなと思ったし、もうめっちゃ盛り上がってました。 裏でもみんなメンバーもめっちゃ盛り上がってて、じゃあコール「あやてぃ」と「超絶かわいいあやてぃ」って楽しかった。 このさ「おお」みたいなやつもみんなで、ここはめっちゃ深くしゃがんで低くやろうって話して頑張りました。 頑張りました。楽しかったです。 あとはいろはもね、ダンスの方はいろはのダンスの良さがもう出てたし、やっぱりギターの弾き語り最高だった。私も一緒に歌わせてもらったんですけど、もうね、あ、そう、私ハモリやらせていただいて、でも実はね泣きました。 歌ってる時はめっちゃもう我慢してたんですけど、もうアウトロあたりからやばくて。 あれは感動でしたね、最高だった。あとは、あと誰のだろうな、楓さんのコンテンポラリーダンス、もうあれめっちゃ良かったですよね。コンテンポラリーダンスめっちゃ綺麗だった。2曲目もガラッと雰囲気が変わって、そっちの方は私も参加させていただいて、そう、あれね、感想のみんながソロダンスをするときに、なんかめっちゃダッシュしてるんですよ実は、外周をね。それで本番というか現地に行くまでは外周とかここで走ってとかイメージでやってるんですよ。だから現地に行って初めて行って全然間に合わなくて。 だから大変でしたね。本番は頑張りました、どうにか。暗くして見えなくなってると思うんですけど、多分近いからやっぱり横あり見えちゃった方が、見えちゃってた方もいるんじゃないかな。 恥ずかしい。 ありゃりゃ、そう、もうね、だから帰った後とかもすぐ歌って踊らなきゃいけないから、
大変だったんだけど。あとはね、やっぱ松尾さん座長で、なんというか松尾さんらしさがみんなに行き渡ってたライブだったなって思います。伝わるかな ちょっと言葉にするの難しいんですけど、かっこいい松尾さんも見れたし、なんかなんといっても楽しい、松尾さんがすごい楽しんでるんだろうなっていうのがすごい伝わってきて最高でした 2曲目のショーは私もやらせていただいたんですけど、あれはもう楽しかったですね。シンデレラの松尾さん可愛かったし、なんかそれまでソファーで直人スタンバイしてて、こうやって寝てさ見えないようにしてスタンバイして、あとはね葉月さんとあるのがフルーツを、なんて言うんだっけ、つまみ食い、つまみ食いしてて、それを取り上げたりとか 楽しかったショーね。もう本当にいなかったよ、クロミさんも、なんて言うんだっけ、これスタンドマイク、スタンドマイクの手さばきもすごかったし、歌もかっこよかったし、リカさんはもう超絶可愛かったし リカちゃん人形めっちゃ可愛かった。ナオもね、ナオはもう本当に一個上だけど、ちょっと自分的には妹感があるというか、可愛い、癒される。レイさんも、あれもう泣いちゃった。いや、だって英語すごすぎたし、ミュージカルっていうのかな、もうそれもね、男装役といて、男装役というか男役と女役で分かれてて、すごい楽しかった見てて あとはね、アルノの歌はもうやっぱり安定ですよ いや本当にすごい、だって本当にここから出てるのっていうくらいすごい 口から音源って感じで、も本当にね感情もこもってるし、アルノの歌はやっぱいいね、好き あと葉月さんのもね、あの不眠症のダンスすごい難しいみたいで、なんか細かくてすごいみんな苦戦してたんですけど、かっこよかった、本当にみんなよかった MC も、 MC というか仕切りっていうのかな、もう初めてやらせていただいたり、すごい、だから3日目はやっぱ特にそういう初めてのことが自分的にいっぱいあったからすごい緊張しちゃったんですけど、練習期間もいろいろあったけど、今思えばね全部ひっくるめてすごい楽しかったなって思います。 その後ねアンコールはリストバンド、リストバンドというかタオルとかリストバンドとかをつけて出て行ったんですよ、グッズを皆さんとお揃いで、ゼッケンとかね、ゼッケンがもうどんどん落ちてっちゃって肩から 慣れ方だからか、そうで、そのつけてたリストバンドをね、ちょうど昨日ミクと会ってて、あげたんですよ、そのリストバンドを。で遊んでる時にそれをもうずっとつけてて そう、朝あげたら一日中ずっとつけてて 本当面白い人ですよ近かったね 急に話変わっちゃった。
そう、ずっとつけてた。あ、そう、福岡いたんですよ。なんだっけ、ミクがさ、あやがどうしても一緒に行きたいって言うからとか言ってましたけど、違いますよ。 なんていうか、そうじゃなくて、私は福岡に行きたかっただけなんですよ。 あ、でも楽しかったです。すごい食べ物が本当美味しい。みくんのママがね、めっちゃ優しくて大好きです。 そう、楽しかった。でも夜とかね、なんていうんだっけ、何を落としたんだっけ、アニメを見てて一緒に、そしたらそのまま寝落ちしちゃって、まだお風呂も入ってないのに、それでママに怒られてました。 みくちゃん、あやちゃん待っとるよって。 でも寝ぼけてて、もうすごい寝ぼけ顔でした。なんでって。 したら後でその話言ったら覚えてないらしいです。 楽しかったです。そう、夏休みはもうずっと遊んでましたね。日向坂さんの渡辺里奈ちゃんと遊びに行ったり、水族館行って、と野球も見に行きました、 ZOZO マリンに。お友達のピアノの発表会とかも見に行ったりしてね。楽しかった。 そうだね、このあと猫舌ショールームでも松尾さんとレイさんがやるみたいなので、ぜひたくさんアンダーライブの話も聞けると思うのでね、見てください。 いや、そうですね、じゃあそろそろ宿題やらなきゃ。はい。そっか、みんな本当に見たいですか。さ、この最後のさ、このニャンとかいる？ いる、これ。じゃあもうパパッとやっちゃうか。一応ちょっとここにもう用意はしてあるんですけどね。こういうのはさ、やらなそうな人がやるからいいんじゃないですか。私はそんなにやるわけでもないですけど、それこそアルノとかさ、自分が一番やりたくないから、こうやって人にさ、これやって宿題出してさ、わあ、確かに松尾さんとかやってほしい。宿題出してもやってくれなそう。 やってくれるかな、宿題で出したら。見たいな。わあ、梅沢さんね。梅沢さん見たい。全員の見たい。なんだっけ？にゃんやだにゃん。はい、じゃあ行きます。 にゃんにゃん、あーやだにゃん。 はい、どうですか。 皆さんこれで満足ですか。 これでもし、なんていうの、皆さんが喜んでくれたならもう本望です。 じゃあちょっと明日のメンバーの宿題出
出したいと思います。下のメンバーは誰でしょう。下のメンバーは可愛い可愛いなおなおでーす。ふーなおなおって初めて呼んだかまやいつもなおって呼んじゃうけど、なおなおってなんか書いちゃった。なおなおです。どうしようかな。やばあともうちょっとだ。ラップどうしようかな。なんかないですか。いいやん、募集受け付けます。宿題千葉県 PR ソング、モノマネね。どうしよう。演技ね。バク転いやいや怪我する怪我する全力ぶりっ子。それもいいね。再生モノマネ、握力測定。握力測定は多分するんだよ。多分っていうかするんですよ。あざといセリフ、迷っちゃうね。みんないろいろある。全力ギャグじゃあ前転かいやいやここで前転も怪我するよどうしようかな。じゃあラデコラコ、猫耳リレーにしちゃう猫耳系にしよう。じゃ猫耳つけて、猫耳つけて何がいいかな。猫耳つけて、猫耳つけて、ちょっと今ならもう何でもここに書きますよ今のうちですよ。猫耳つけて、交点なんでそんな交点とか前転とかさせたがるの猫耳つけてラップはかわいそすぎるイケメンなセリフ。じゃあ、リアルな猫の鳴き声もいいね。あ、じゃあそれにしよう。猫耳つけて、猫耳つけて猫のモノマネで合ってるのかな言い方。猫耳つけて全力猫モノマネ、全力猫モノマネ、はい決定です。どうかな。でもなおならね、嫌がらずすっとやってくれそう。私に感謝してください皆さん楽しみということで、あやばいやばい、もうちょっとでもう時間だなんかちょっと楽しいことあったかな。あ、そう、今日トマトが収穫できそうだったので帰ってから収穫したいと思いますちょっとのぎめに送ります。あ、でも今日間に合うかな、わかんないけど間に合ったら送ります。アンダラ期間中ちょっとあまり水あげるのサボっちゃったんですけど無事ですはい、ということで、あ、BLT さん11月号もぜひチェックしてください。あとアンダーライブのリピート配信もぜひ見てくださいそれでは
じゃあ終わりです。バイバイ。ありがとうございました。楽しかったです。またお会いしましょう。バイバイ。